はい、どうも、全国の皆さんおはようございます。カズマックスです。週も半ばの水曜日、折り返し点ですね。いかがお過ごしでしょうか。毎週この時間に、皆さんに行ってらっしゃいお届けするカズマックスのコーヒーモーニング。朝ごはん中の方も、身支度中の方も、出勤中の方もね、よろしければ朝のお供に少しだけお付き合いください。さあ、それでは、おはようございます。ちょっと肌寒いですね、まだね。日中はだいぶ暖かくなりましたけれども、まだまだちょっと肌寒いんで、今ちょっと急いで、カーディガン羽織ってきました。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。すいませんでした。もう2週間くらいね、パソコンが壊れちゃったんで、できませんでしたが、復活しました。はい、できてますかね、大丈夫ですかね。ようやく2回目配信して慣れ始めた頃だったのに、すいませんでした本当に。さあ、じゃあ今日も、コーヒーモーニングやっていきましょう。佐藤さん、ダンサーさん、タカタカさん、ハークさん、カナタロさん、ダルマさんに、コマメカフェさん、おはようございます。おはようございます。毎週水曜日の7時半にアラームセットしてあります。あ、じゃあもう起きたてですね。おはようございます。おはようございます。いい目見れましたか。じゃあ今日は、4月の21日水曜日ですね。とりあえず、まあ、恒例の、あれから行きましょう。天気は全国的に晴れ。最高気温は26度でちょっと風がありそうですね。はい。まあ、朝はね、ちょっと肌寒いんで何か羽織るものを持ってお出かけください。はい。寒暖差がだいぶ激しそうですね。さあ、で、今日が何の日でしたね。もうやること忘れかけていいわ。今日4月21日は、創造性とイノベーションの世界で、何それ。あとは、オーベルジュの日、マリルージュの日、わからん。なんかわかりやすい日ないの。ゼクシオの日、高級食飯文化月間、民放の日。民放放送が発足した記念日だそうです。これだけギリギリわかりますね。もう、とりあえず決めればいいってもんじゃないと思うんですけどね。まあ、とりあえず民放の日らしいです、今日は。はい。ございます。さあさあさあ。今日のコーヒーはね、とりあえず、まあ、毎週簡単なものでね、用意するって言ってるんで、なんかクレバードリッパーとかね、使おうかと思っております。まあ、まだちょっと入れませんが。はい、皆さんおはようございます。豆が切れそうなので、今日はコンビニコーヒー。あ、いいんじゃないですかね。それも絶対いいと思いますよ。コンビニコーヒーって本当に美味しくなったよね。なんか師匠もね、もうそのうちコンビニコーヒーがなんかもう取って代わられるんじゃないかみたいな。そんなことは言ってましたね。こう、普通ランクのコーヒーとかは。ね、本当にこう、究極のもの、ものを求めたいって時に、お店に行くとか、なんかそういうの。あとはまあ、うちでもね、入れられるしね。まあ、コーヒーも時代が変われば、いろいろ形態変わってきますよね、多分ね。だるまさん。朝配信初参加。お、ありがとうございます。おはようございます。まあ、いつもはね、向こうの、奥の、いつもの撮影部屋で、ちょっと、夜な雰囲気でお送りはしているんですけれども、まあ、朝はね、こんな感じで、まあ、こっち、もうブラインド開けて、朝の日を入れながら、まあ、明るい感じで、こんな感じでね、お送りしております。小前カフェさん、寒い。おはようございます。寒いっすね。しかし今日はピロリ菌の検査に行くので水しか飲めません。あー、そっかそっか。ピロリ菌の検査で何すんの？なんか胃カメラとか入れんの？まだね、そういうなんかこう、飲む系の健康診断とか受けたことないんですよ。でも多分そろそろ都市的にも受けるんじゃないかなと思ってるんですけど、怖いんですけどね。ピロリ菌ね、これどうなんだろう？いるのかな？何人かに一人いるんだっけ、日本人。
ハークさん、今朝は紅茶で温まってました。あー、いいっすね。朝から温かいもの飲んでね。そうね、体温めて出かけた方が多分ね、体もこう、なんだろう、起動しやすいと思うんで、いいと思いますよ。ひなつさん、族長、おはよう。朝の情報番組見たよ、族長。ちょっとこう、いい感じにまとまりでしたね。少し、まあ、慣れたかなと思う。この配置というかね。ただね、本当はね、ちょっとコンデンサーマイクとか欲しいんだよね。この辺にこう、かっこよく、こう、クレーンみたいな感じでね、こう、マイク。一応今ここに、ごめん、朝だからちょっと、声が出てない。ちょっと慣れさせながらいきます。ここにね、あの、ガンマイクを置いてるんですけど、やっぱちょっと響いてるよね。ちょっとラジオっぽくね、この辺にマイク置いてやりたいんだけど、あの、お高いマイクなんで、あの、そのうち。まあ、YouTube 頑張って、朝放送も頑張って、メンバー配信も頑張って、まあ、余裕が出てきたら買います。で、ちょっと進化はね、これから、可能性を秘めてるんで、まあ、ちょっとご期待くださいというところでございますね。今日は最後ね、最後まで見ていられる。あ、よかった。おはようございます。高高さん、ありがとう。カズマックスくんも寝起きですか？まだ眠そうですね。はい、寝起きです。まだ朝ごはんも食べておりません。はい。今、朝ごはん炊いてなかったな、ご飯を炊いてなかったなと思って、急いでね、6時僕ね、半ごろアラームかけて、うだうだして、50分ごろ、起きてきまして。米と入れ、早炊きして、はい、あ、やべえ、混ぜてねえ、ちょっと混ぜていい炊き終わったんだけどさ、その混ぜないと固くなっちゃうからさ、ちょっとごめんねあ、いい感じ、あー、おいしい、あ、美味しいなって、おいしい香りよしまあ、さすがにね、今ここで、ご飯食べるわけにもいかないんでちょっと終わった後の楽しみに撮っておきます。あー炊きたてご飯のいい香り、お腹すく食べたい。皆さんは朝ごはん何食べてます？ご飯派ですか、パン派ですか？まあ、パン派の人多かったですね、この間聞いた限りじゃ。僕はご飯に何かしらこう乗っけて食べるのが好きなんですけれども、フジッコとか、ご飯ですよとか、普通に海苔とか、塩辛とかね。あれがね、こう地味に、前さん楽しみなんですよ。ちょっと今日買い忘れちゃったんだけど。僕はご飯派です。くまさんおはようございます。おはようございます。さよさん、平日は旦那さんのお弁当を作るので、5時半には起きます。お疲れ様です。まあ、お弁当を作るってなると、まあ、そのくらいには、まあ、なるよね。旦那さんの出勤、まあ、7時前とかですかね。僕も学生の頃ね、自分でお弁当作ってたんで、わかりますよ。大変だよね、お弁当ね。お疲れ様です。よく頑張ってますね。うん、もう、偉い。もう、何様って話なんだけど、ごめんね。偉いよ。アップルの発表からのお仕事からのこちらです。先ほどエスプレッソ飲んでパリッとしてきました。素晴らしい。あ、だるまさん朝エスプレッソ派なんですね。いいっすね。自分でこうマキネタとか使ってやる感じですかね。それともマシンとか。そっか、アップルの発表だったのか。ゆうべ。なんかそういえば瀬戸さんがそんなことをツイートしてたな。え、どうなのかな。そういえば M1 マックとか出たのかな。ちょっと後で見てみよう。リンディさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ダメだ。朝の変なテンション入ってしまった。りっちゃんと、カニさん、おはようございます。今日は最初から見れました。ありがとう。まあ、今週からね、また毎週水曜日にできるんで。
でもしちょっと予定がどうしてもあの都合つかなくてできないって時には何かしらツイートもするし連絡もするし前もって言いますんで、多分1日ずれるとかそういう感じになると思う、木曜日とかね。ご飯混ぜタイムごめんよ、モーニングセットってことで出しましょう。ああ、ここに朝ごはん喋れなくなっちゃう。おはようございます、おはようございます。ちょっとね、さすがにね、でそろそろちょっとコーヒー準備しましょうか。よし。いや、電気代無料期間が終わってしまったんですよ、ソフトバンクのしばらくね、あの電気で沸かしてたんですけど、あ、ちょうど今日からかな、うん、無料期間終わっちゃったんで、あの普通にガスで沸かします。さて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 、それではこちらのクレバードリッパー、本当にお久しぶりです。いつぶりでしょうか。もう完全に何だっけ、名前出てこない、なんだっけ、あのハリオのなんかあのギュロ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 って何あのなんだっけ、あのキュイーンって落ちるやつ、なんだっけあれ、なんだっけあれ、年かな、忘れちゃった。なんだっけ、本当に分かんなくなっちゃった。あ、スイッチスイッチスイッチにね完全移行してしまったんで、本当クレーバードリッパー使わなくなっちゃったんですけどね。まあ今日はあの久しぶりにこいつをあの使ってやろうかと思っております。さて、てか、え、ペーパーある、ペーパー、ああ、あるな、ちっちゃいけどあるな。まあ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 、まあ、いけるやろ、一杯分くらい、よしよし。いや、なんか久しぶりなのこの感じ、やっぱいいね、朝配信ね、目が覚めるというか。で、僕もこの BGM をね一応聞きながらやってるからいいね、この BGM、 我ながらいいチョイスだと思うよ。、うん、朝の BGM、 なんかこうボサノバ風とかでもいいけどね、たまにこう YouTube とかでさ検索するとあのジブリのボサノバ風とかあるじゃん、あれいいよね、ちょっとおしゃれ。内カフェ感がある、あれ行きながらね、こう編集とかも結構したりします。ああ、よしよし、はい、折りました、うん、このペーパー折るのも本当に久しぶり。じゃあセットセット、もう完全に僕は塩水派なんでね、塩水とウェーブか、よし、ちっちゃいなおい。まあ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 、いけるやろいけるやろ。サーバーはじゃあまあ借りたでいいか、うん、結構クレバー5つからね、5つ目のサーバーで、あ、いいじゃん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 、かっこいいね。お湯がどうかな、お湯かしら、目測んないけど、とりあえずね、カズマックスブレンドが残りちょっといますんで、もうこれを使ってやろうかと思います。ちょこちょこね、この袋のデザインは変わりますが、てか光で反射して見えんね、これね。朝日入ってるんで、はい、茶色い袋です。で、実はこれでね、昨日、まあ、コーヒーをアナウンサーさんに入れておりまして、はい、実はですね、まあ、正式にはというか、チャンネルでは金曜日頃多分告知動画が上がるとは思うんですけれども、はい、まあテレビに出ます。よいしょ。さあ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 、うん、よし。あと YouTuber さんとのコラボ動画もね2本ほど溜まってるんで、まあ向こうの都合次第でもう僕の方はできてるんでね、あげるつもりです。その方たちにもね、もうコーヒーは入れてますので。いや、なんか最近ね、いろんな人にコーヒー入れてたら楽しいんだよね。
しょ。なかなかね、YouTuber やっててね、引きこもってるとね、こんな機会もないからね。よいしょ。どうしようかね。13、うん。よし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 。さて、じゃあちょっとうるさくなりますよ。音にお気をつけください。イヤホンの方とかね。弾きます。えい。入れましょう。あ、でもだんだんあったかくなってきたね。うん、割といい感じかも。よし、では久しぶりのフレーバードリッパー行かせていただきます。よし、鳴らして鳴らして、まあそんなに意味ないけど、ね、92.6 度、ちょっと高いね。さっきコンデンサーマイク欲しいって言ってたのがね、これ、あの、要は、道路に近いから、この部屋、あの、結構車の音とかバイクの音が入ってるでしょなんかちょっとね、と思うからさ、ここに欲しいんだよね。で、ここにあれば、こう、ささやきとかもできるからさ、カズマックのささやきって誰が求めてるんだって話なんだけど、おはようございますとかできるからさ、よいしょ。よし、どうかな。温度88度、よし。いきます。13g だっけ。いくつ入れよう、いくつ入れればいいんだ考えとけよ。だいたい 13g で、粉の倍量20、まあ5としよう、とりあえずぐらい取られるから、朝だから頭が回っておりません。25、抽出量がまあ100、そうだな、80、70とかとして200注げばいいか。そうだね、よしよし、200いきますとりあえずいっぺんにいっちゃおうかな。あー、良い香りです、良い香りです。どうしよう、ペーパーもりもりになっちゃったこれ以上注ぎたいんだけどやべえやべえぞ、180で止まってしまったぞ。よし、大丈夫さ、こういう時は差し湯をしよう。うん、最悪久しぶりすぎてね、すいません、もうほんと申し訳ない。はい、あのギリギリです、超ギリギリを攻めております。多分ちょっと濃くなるはずだからはい、あの差し湯して調整します。あ、あったかい
指先がね、まだ朝だから冷えてるからね。どこまで読んだっけ。だるまさん、ご飯もパンも好きすぎて困ります。いいじゃないですか、エスプレッソに合いますね。日向さん、朝は相変わらずパンだな。やっぱりホットサンドメーカーが欲しい、熱が冷めないわ。そうやね、そうやね、ホットサンドメーカーいいね。ホットサンドとかだったら、まあここでね、ちょっとやってもいいね。朝とかパン系だったら、もしかしたらちょっとパクパクっといけていいかもしれんね。ホットサンドか。コメダの網焼きチキンが食べたいな。あれ好きなんだよね。今朝は5時11分にトイレに起きてから眠れなくなって、そのまま起きてます。あらあら。大丈夫ですか。お昼寝したくなるんじゃないですか。目が覚めるとにゃんこが足元に、幸せだ。いいな。いいな、いいな。あ、もう魂の叫びだわ、マジで。いいよな。母上もさ、そんな話してるんだよね。朝起きると足元にこう耳が挟まってるんだみたいな、ふーみたいな。ふーいいねみたいな。いいよな、そんな生活な。俺もしたいわ。なかなかね、ごめん、カメラこっちか。なかなかね、まあ、余裕がなくてですね、独立したてですわ。チャンネルね、視聴者分散してるんですわ。再生数もなかなか散らばってるんですわ。厳しいよ。本当はね、もうちょっと早めに買うはずだったんだけどね。まあそこは気利かせてね、母上が耳連れてきてくれてるんで、もう本当ありがたいね。今度また来るって言ってました。仕事の時はご飯で、休みの日はパンなので今日はパン。今日は休みなのね。いいねいいね。なるほどなるほど。仕事の時はご飯ってことは、要は腹持ちよくするとかってことかな。いいね、そういうメリハリね。ふんふんふん。パン食べてるから今日は休みモードみたいな。うん、そう、気分作りからも違うからね、絶対ね。去年健康診断で引っ、ごめん、ちょっと待って、3分経ったからちょっとこれ入れるわ。じゃこれ、乗せます。乗せると上。早いね。上です。いい香り。なんか朝入れるだけで全然コーヒーもまた気分違うよね。最近はもっぱら朝はプライベートでね、自分で一人でやるときは紅茶が多いんだけど、コーヒーもいいもんですね。あ、てか紅茶の動画もそろそろ上げなきゃ。やるやるっつってね、一応撮ってはあるんだけど、なかなかこう部屋紹介動画とかも先に出せなきゃさ、こっちもあんま映せないしと思ってね、いろいろ都合がつかずに後回しになってはいるけど、一応撮ってはあるのよ。よし、いいかな。どんくらい入ったの俺。200ギリギリいかないくらい。でもよく見れば、まあでも意外にそんな撮られてないかな、粉に。割と良さげな気はするぞ。結果往来、うん、さすがだ。終わりよければ、結果よければ、すべてよし。まあ朝だからな、多少濃くてもいいだろう。目覚めるだろう。どうしよう。ちょっとちっちゃい、でかい。どうしよう。いいや、おしゃれにワイングラスで決めよう。いいね。よし、何個。よいしょ。やっぱここいいな、水辺が近いから。すぐできる。いつもはね、こうコーヒーがこびりつかないようにみたいな感じで、お湯をねやってるけど、
なかなかあんな狭い、遠くの部屋でね、離れてやる人の方が珍しいからね。普通コーヒーってキッチンで入れるもんだからね。いただきます。暑いな、ちょっと待って。香りをまずね、楽しみましょう。ああ優雅、ああ優雅。うん、うん、お、ちょっと待って。うまいんだがちょっと待って、リンスした方が良かったかな。正直髪臭い。あ、久しぶりにこんなに髪臭い。普段ね、入れてるペーパーがさ、このお気に入りのね、円錐のコーのやつだから。ちょっと待って、これくっせえぞ。うん、おお、髪だぜ。髪の香りがついたカズマックスブレンド。うん、なかなか新しいね。うん、まあまあいいんじゃねえか。おうおうおう、まあいいんじゃねえか。うん、まあこれも変化と捉えてな。うん、ポジティブシンキング大事よ、コーヒーって。うん、趣味物ってね、これをいかにこうポジティブに変換できるか。まあこれやけくそじゃなくて、本当にこういうのって本当大事だと思うんだよ、趣味において。なんだっけ、どこまで読んだっけ。あ、さよさんだ。昨年健康診断で引っかかって胃カメラ慢性胃炎でしたが、年齢的にピロリ菌いるからって血液検査したらいたので、2週間ピロリ菌駆除の薬服用後1ヶ月経ったらふーっと息かけて亡くなったが検査。へえ、あ、そんなでわかるんだ。なるほどなるほど。犬年でカズマックさんの二回り上。あ、そうなんだね。年齢的にピロリ菌いる。ああ、な、年齢で決まるんだ。へえ。そう、僕もね、犬年ですよ。二回り上か。ああ、そうなんだね。そう、視聴者さんってさ、年齢がいまいちよくわかんないからさ、こう言われるとちょっと、おーって、おーってなる。僕は今年27歳になります。早いもんです。やっぱ慢性胃炎ね、多分そこまではいかないんだけど、正直ね、僕もね、最近ちょっと胃がやられててね、ちょっといろいろ気をつけてます。まあ、コーヒーも飲みすぎないようにみたいな。だるまさん、マキネッタ使っています。マキネッタ手放せなくなっちゃいました。 M1 Mac 色展開が可愛い M1 iPad Pro が目玉ですね。あっ、やっぱ出たんだ、 M1 Mac。 てか色展開、 iMac が色展開すんの。おい、今の Mac 買っちゃったんだけど、インテル Mac。 どうしてくれんの。くそー、なんちゅうタイミングで Mac 壊れるんだよ、もう悔しい。くそ。ふぅ、畜生。くそ。いいよ、いいよ、いいよ。ホットサンドよく作りますが、何挟んでも美味しいので太ります。あー。だるまさん、おしゃれよね。巻きネッタしかり。ホットサンドしかり。ホットサンドうまいよね。卵もいいし、肉もいいし、チーズもいいし。ちなみに今日はセブンコーヒーです。僕の好み的にローソンコーヒーが好きなのですが、バイトの近くがセブンが多いので。ああ、なるほどね。まあローソンね、しっかりめだもんね。なるほどなるほど。セブンは割と柔らかめってイメージかな。いいね、いいね。
翔平さんとのコラボ楽しみです。あ、そうそうそう、そうそうそうなのよ。ツイッターにちょっとね、あのネタバレお漏らししたけどね。イケメンだよね、彼ね。一本はあの方かな。あ、そうそう、あの、だるまさんはね、多分あの方、だるまさんがあの方っていう人はあの方ですよね。まあ、あの、ギュインさんもお漏らししてるしね。あの、ギュインさん待ちです。はい。だるまさん、ワイヤレスマイクだと厳しいんですかね。あ、それもね、ちょっと考えた。あの、ロードのワイヤレス号をね、持ってるから、ちょっとここにつけようかなとも、ちょっと思ったんだけど、あの、今日、テスト配信してる暇がなくて、多分ワイヤレスマイクになると、ちょっとずれるんだよね、おそらく。ラグが生まれるはずだから、その辺、なんかね、朝配信しながら調整するのもちょっとどうかなと思ったんで。ちょっとまあ試せたら試しとく。ただ今週もちょっと忙しいからね。あさってね、ちょっと出かけなきゃいけないのよ、東京まで。ほぼ職場にいたので、同僚にもコーヒー振る舞っていたのですが、コーヒーに砂糖とミルクたっぷり入れないとダメな子が、美味しい、何にも入れないで飲めると言ってびっくりしてて、私もびっくり。あー、それね、やっぱね、あるよ。僕も最近あの、要は人にね、入れ出して、やっぱ聞くのよ。普段、まあ、ブラックだったり、ちょこちょここう分かれてたりもするんだけど、これは飲めるみたいな。本当になんかこう、無理しないですか？大丈夫ですよとか言うんだけど、本当にこれ飲めるなみたいな。やっぱ多分ね、えぐみとか雑味とかね、そういったものがやっぱ入ってるんだと思うんだよね。普段飲んでるのって。で、かなりこれも、あの、クリアに作ってるから、カズマックス前の。まあ、そういうところもあるし。やっぱね、万人にこう、飲まれるこう柔らかいコーヒーって、なかなかないんだよね、多分ね。あ、ダンサーさん、行ってきます。いらっしゃい。高高さん、今日はハムとチーズのホットサンド、いいなぁ。いいなぁ。お腹空いてくるじゃん、やめてよ。まだ朝ごはん食べてないんだよ、俺。炊いた朝ごはんの香りがまだちょっと微妙になんかある気がするんだよね。なんか、腹減るわ。我慢の時ですね。いずれ猫ちゃん朝に登場するのを楽しみにしてますよ。ああ、そうね。この辺にピョーンと飛んできたりね。だったらいいね。まあ、あの、耳はね、そこまでこう、もう、あの、ぴょんぴょん飛び跳ねるような、まあ、歳でもないですし、多分止まったとしてもそういう感じになるとは、ならないとは思うんですけど、まあ、僕がこう、乗けてあげるかな、みたいな感じかな。よいしょ、みたいな。チーズトーストと目玉焼きセットできました。あー、いいね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 。いいね。美味しそう。たまらん。あいが作ってくれ。リチャ、あとカフェオレ、あーいいね。ニトリのワンプレート、皿本当に優秀で助かります。おお、ワンプレート。ニトリのこう食器類いいよね。なんかあれもあるし、あのなんだっけ、アフタヌーンティー、ヌンティーのあのカゴ、ワゴン。三段ワゴンみたいな。あれも欲しいんだよね。一時期なんかツイッターで話題になったよね。そうさ、おはようございます。初めて朝の生放送見られました。ありがとう。まあ、そうだね、メンバーバッジがね、なんかこうまだ、あれだもんね。これ。これ。あの、カズマックスのこれ。1ヶ月経つとね、変わるんだよね。ありがとう、メンバー。上の子が新1年生になったので、小学校を送り出して一息。これからまた今年入園した下の子の準備です。おー。おめでとうございます。今日が4月の21日だから、あ、そっか。今月ね、新1年生になったばっかりですか。ちょっとまだ慌ただしいね。なんかこう、雑巾準備したりさ、上履き袋とかさ。あるよね。体操着とかさ。いや、懐かしいな。新1年生、いいな。戻りてえ。本当に戻りてえ。いいな。羨ましいな。大人になってしまった。
所得税を払わなきゃいけねえ大人になってしまったぜ。うらやましいな。うらやましいっていうか、まあまあ僕はもう通り過ぎたんですよね。もう経験してきてるんですがね、今いろんなね子供時代のいいことね、でもいい思い出がたくさんありますよ。なんかこうたまにはね運動会とかもね見に行きたいんですけどね、なんかこう今はもうやっぱりこのご時世だからさ、なんかお弁当とかもなんか父兄と一緒に食べれないらしいんだよね。なんかやっぱああいうのがやっぱ一番メインというかさ、楽しいじゃん。外でみんなでさ、こうピクニック感覚でさ、あのグラウンドでこうシート敷いて食べるみたいな、みんなでこう入り混ざってさ、それが今できないらしいんだよね。もう運動会の種目だけまあ午前終わったら、もう生徒たちは教室に戻ってお弁当食べるんだって。悲しくね。風景どこで食うの？外かな。まあそう考えるとね、まあ僕らの時はそういうのなかったんで、まあいい時代だったかなというか、まあ良かったかなと。今の子ちょっとね、まあかわいそうって言っちゃったらあれですけど、まあね、そういう経験ができないっていうのはなんかあれかなとも思いますけどね。どこだったっけ。でこの辺からあれか、映像と音声連れ出したのか、ごめんね、どうしちゃったのかしら。ちょっと Wi-Fi 環境とかいろいろ調整してみるね、今度ね。位置とかこっちにやるときはね、要は遠くなるから、もしかしたらそれでラグが発生しちゃったとかも あるかもしれん。うち回線相当強くて速いんで、普段 Wi-Fi で向こうでやってるんですけど、もしかしたらこっちはちょっと遠いのかもしれん。ソーリーでございます。朝の日差しを受けながら族長ブレンドを堪能する、過去紙臭付きの図。さ、冷めるとね、あ、よりわかる。紙だぜ、紙味だぜ。田中さん、おはようございます。おはようございます。あ、だるまさん、 M1 マックしかも薄い7色展開でウェザーマウントで、アームで取り付けたりできるバージョンモデルみたいです。いいなぁ、劇場欲しかったな。なんでこのタイミングなんだよ、もう。ああ、いいさいいさ、俺はインテルマックで頑張るさ。5年くらいは。あ、ノイズがこの辺からひどくなっちゃった。あらあら、ごめんごめん。そういや、私もコーヒー嫌いからスタートをして、自分で新鮮な豆を購入してドリップした時に飲んだコーヒーがブラックめっちゃ美味しいって感動したものよ。まあ僕もそうだったからね、実際ね。絶対そういう人は多いよな。ちゃんと自分でこう新しい豆買って、いい感じにこうね、その好みと合わさって飲めたら、多分ね、おお飲めるってなる人多いと思う。私もカズマックスブレンドがなくなりそうなので注文します。あ、ありがとう。本当に香りといい後味もとても美味しいです。あざっす、あざっす。アバターズコーヒー の販売ページ楽しみに見てます。レビューが、あ、1件増えた、あ、やった、今22件だみたいな。ありがとうございます、あざす。まあ、概要欄に貼ってあるんで、ぜひぜひ、カズマックスブレンド、気になった方はぜひ。てか、まあ、メンバーになった方はもう飲んでるかな、割と。ありがとう。まあ、通年あるからね。カンタロウさん、新規お気に入り喫茶店、開拓中。普段ブラックコーヒー派なのですが、何も言わずコーヒー頼んでしまったので、砂糖ミルクも一緒に出てきてしまって。ああ、そういうとこあるよね。
まあ親切だよね。申し訳ないなって思って少し使いました。いいのよ、大丈夫よ。あの僕もそういうお店で働いてたことあるんだけど、あの出すみたいな、あの全然あの気にしないから大丈夫大丈夫。とりあえず出してるだけだから、あの好みに やってもらえれば大丈夫。まあでもちょっとわかるけどね、まあ日本人特有かもしれない、そういうのね。こうちょっとこっちも気にしちゃうみたいな。あ、せっかく出してくれたんだからこう使わんきゃなみたいな。これも勉強。今度はミルク砂糖いりませんを伝えようと思います。優しいね。まあ朝なので、ゆるい感じで多少ラグってもいいかななんて思います。ごめんよ。一応あのあれかな、アーカイブにするときはなんかこうラグありますみたいなことを入れようかな、途中入りましたみたいな。で、どうしよう、今週のあれかな、このアーカイブ一般公開もしようかな、ちょっと月1くらいでやろうかなって思ってるけど、あのなんだろう、一般公開、一応こういうね、あのコーヒーモーニングやってますよみたいなのもやらんとさ、あの新しいメンバーさん入ってこないからさ。まあ、終わってからちょっと判断します。自分の作ったもののレビューが増えるのってたまらなく嬉しいんだろうな。もうもう本当にもうニヤニヤしながらもう気持ち悪い笑顔で見てますよ。自分もカズマックスブレンドなくなりそうなので頼まないと。ああ、ありがとう。カズマックスブレンド5月22日も追加購入させていただきます。ああ、あれね。てか、あれどうします、だるまさん。あの、牛員さんオフ会。カズマックスブレンド。運動会は同じ年のいとこと重なる、ん？過去学校別だったから、じいちゃんばあちゃんが毎年交互に来てくれたな。食べきれないくらいの料理を持ってきて夜ご飯まで頑張って食べたな。残すと申し訳ない気がしてね。あー、はいはいはい、あ、別の学校ってことね、要はね、同い年のいとこ、はい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 、なるほどなるほど。作る方も大変だよね、すごいね、夜ご飯まで食べきれないくらいの料理、どんだけ。重箱かなんか。まあ、楽しかったよね、でもね。おにぎり、もぐもぐしてたな。なんか8ミリで撮ってもらってた気がする。あ、子供カズマックスの、あのサブチャンのね、動画の中にちょっとチラッと入ってたかな、確か。あの、おにぎりもぐもぐしてる。ってやってるカズマックスが。いた気がするな、そういえば。これでやっと初めて買う豆でおすすめなのはって聞かれたときに、カズマックスブレンドを押せます。ああ、そうね、ありがとう、ぜひ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 、あのよろしくお願いします、不況を。今日はお気に入りのお店に飲みに行き、豆の自販機で豆購入する。ああ、いいね、お休みだからね、カフェ行くんだ、いいねいいね、羨ましい。メンバーシップ促進のためにもたまには公開をですね。そうだね、アーカイブをね。妹が今年で受験生なのだが大変だろうな。あー、そっかそっか、いろいろとね、いろいろとね、このご時世ね。だるまさんやります。予定では全トークシーンでカズマックスブレンド出演者に入れていただきたく。あー、なるほど。てか販売もぜひです。いくつ持ってきます、結局。なんかチケットの時に、チケット販売の時に、あのチェック、なんかこう、カズマックスブレンドいりますか、いりませんかみたいな、チェック入れましょうかみたいな、なんか案もね、あの、牛員さんの、生放送の時のチャット欄で、なんかいましたけど、結局ね、普通に、あの、チケットは今販売してるようなので、大体を持っていく感じですかね、こう15くらい持っていけばいい。妹が今年で受験生なのだが、あ、ごめん、これ読んだ。ごめん。ひなさん、そろそろゴールデンウィーク用のお豆を注文せねば。ああ、そうやね、そうやね。
もうゴールデンウィーク入るね。どうなるんだろうね。あれこれこういろいろと、なんというか、今年のゴールデンウィークもコーヒー三昧だろうな。いいねいいね、三昧しよう。コマムカフェさん、カズマックさんのお花ドリッパーのパーカーを着て、背中に、視線を感じながら喜んでいる私。あ、そっか、コマムカフェさんと、ツイッターのあの写真あげてたヒロさんかって、あれ、同一人物？背中に、視線を感じながら喜んでいる私。職場の仲間が可愛い、どこで買ったのと言われ、カズマックスさんのお話をしたところ今週ライブ放送を見てみると言ってました。宣伝にもなりそうですあ、ありがとうありがとういや、なかなかだよね。カズマックスの、いや、要は これじゃん、これね、ここのマークじゃん。他のさ、やつだと、コーヒーのね、なんだ、なんつうの、シンプルな、こう横一線に入ったさ、やつとか、こう並んでるやつとか、ピクトグラムのやつだと、こう、コーヒー好きって感じだけど、あれだと完全にさ、これコーヒーワールドって入ってんじゃん。がっつりカズマックスじゃん。ここにもいるしさ。いや、まあなんかちょっと、喜んだけどさ、リクエストもらった時に、あ、欲しがってくれるんだ、みたいな。いや、よっぽど好きだよねと思って嬉しいなと思いながら、ありがとう。いや、もう嬉しいよ、本当に嬉しい、恥ずかしいって感じ。チケット販売確定時にメールを送るのですが、その際のやり取りで問い合わせるように手配しておきます。あ、なるほど、ありがとうございます。そうしていただけるとありがたい。10から15で了解でございます。すいませんね、急にさ、オフ会の打ち合わせをここでしますけどさ、牛乳さんオフ会にね、カズマックスメンド持ってくるんですよ。あ、こまめかぶさん、同一人物。あ、そっかそっか、了解でございます。白と黒買ってくれたもんねで、結構ね、あのグッズ売れてますよ。あの後もなんだかんだカズマックスのオリジナルグッズ。ハークさん、それでは仕事へ行ってきます。あ、行ってらっしゃい。まあそろそろね、これもじゃあ終わりましょうか。もうちょうどいい感じで1時間になるんで、まあ大体1時間ですね、毎回ね。あとはアーカイブ楽しみます。ありがとうございます。ひなたさん、そう、三段重に唐揚げやウインナー、おにぎりにサンドイッチなどいっぱい。すげえな。すげえな。醤油味の煮卵は美味やった。あー、煮卵、ゆで卵じゃなくて、すごいね、お弁当に煮卵。豪華やな、いいな。ちなみに、当時は3人家族、妹が生まれる。ああ。お腹空いてきた。ちょっとだいぶ来てる。ちょっと朝ごはん食べるから、俺そろそろ終わるわ。我慢の限界だわ。だるまさん、そろそろお仕事ミーティングの準備。あざす。お疲れ様です。今日も、バッグはカズマックスグッズ。ありがとうございます。いや、出来がね、意外に本当に思った以上に良くて、僕もちょっとびっくりします。あれいいよね。さて、じゃあ、終わりの BGM をちょっとかけましょうか。この辺もね、そのうちオーディオインターフェースとかでできればいいんですけどね。ちょっと手動でこちらでやりますよ。どっちにしろ手動なんだけど。よし。さあ、それでは皆様、今週もお付き合いありがとうございました。
カズマックスの、毎週恒例カズマックスモーニング、はい、あのもう本当何のひねりもない番組なんですけども、まあ、皆さんのね出勤前、朝食時、まあ、準備中、まあ、いろんな時のねお供にしていただければ幸いでございます。はい、週も半ばの水曜日、お疲れ様です。皆さん残り半分頑張りましょう。というわけで、はい、お付き合いありがとうございました。じゃあまた来週ねお会いしましょう。いってらっしゃい。そのうちこの辺でなんかこうエンディングムービーとか作ってもいいかなと思うんですけどね。ちょっと毎回なんかこううまいこといかないかもしれないし、ダクトだから。はい、とりあえずじゃあお疲れ様です。いってらっしゃい。おはようございます。お疲れ様でございました。お疲れ皆さん。はい、ありがとう。目覚めのエンジンかかってきた。じゃあ僕朝ごはん食べます。お疲れ様です。はい、いい一日を。いってらっしゃい。